みたいなね。みたいな。だからちょこちょこね、なんか合ってるんですよ。まあ共通項はあったみたいな。ただまあお互い分かってたけど、そんなにこうやっぱり何か一緒にやるっていうか、やっぱ同業じゃないですか、ある種シンガーソングライターって。そうだね。まあでもなかなか一緒にやるってこともないですし、うん、一緒にバンドやろうっていうことにもならないので、やっぱりイベントだったりとかそういう、うん、まあライブで対バンしてどうこうっていう話にでもならない限り、なかなか、そうだね、一緒にやることもない。いいですが、はい、今となっては去年はだいぶ一緒にやりましたね。そうですね。アコースティックマインドがきっかけって感じですね。もうがっつりやるようになったのは本当ヤマハアコースティックマインドなのか、うん、その前にあと宮崎にも呼んでもらって、あーそっか、まあそれもあります。あそこで結構ね、確かに確かに仲良くなる、サイモンのイベントがあってそれに呼んでもらって、そう、僕はしょっちゅう宮崎でライブやってるんですけども、まあ、宮崎で毎年夏やってるやつにゲストで伊勢くんに来てもらって、うん、そうだ、っていうかもう宮崎と鹿児島全部来てもらったんで、そうだ、一緒に、そう一緒にやった。でそこでべったりずっと一緒に行って、なんかいろいろ話をして、うんうんうん、インスタライブとかもやってみたいな。やったね。インスタライブってどうやってやんだ。それが全く分かんないとき。分かんなかったじゃん、はい、まあ、僕もそんな分かってたわけじゃないですけどね。うん、でそれがを経てなんかあーだよね、こうなんかこう一人で歌っていくことのなんかこう大変さだったりとか、うん、まあそういうのも話して、うん、で、まあ、去年ヤマハコースティックマインドを誘ってもらって、うん、で、まあ、一緒に曲も作ったりなんかして、 そうね、はい、それでこう今に至る、はい、僕のヤマハの出会いはですね、遡ること、僕が4歳の時に遡るんですけど、まずヤマハ音楽教室に通ってたというのが最初の出会いで、まあ一応こんな名前だったので、あの本名なんですけどね、その父親がサイモンとガーファンクルが大好きで、まあ、ポール・サイモンが本当大好きだったので、まあやっぱ一応こんな名前つけられて、うん、音楽やらない人になってもらったら困るということがありました。困るって、困るということに両親の間になったらしく、ちょっとこれはなんか音楽やらせないとということで、まあ、ヤマハ音楽教室に通わせてもらって、まあ、そこで最初にヤマハのそういういわゆる、まあ、メソッドと出会いで、まあ、ヤマホーム教室はでも小学校4年生ぐらいまで通ってたんですけど、うん、でその後ギターを弾き始めるのが小6ですかね、小学校6年生で、その時に最初に、アコースティックギターを触って、知り合い、まあ、家になんかあのどこのメーカーかわからないボロボロのガットギターが置いてあって、まあ、子供ながらにそれを弾いてたら楽しくなってきちゃったんで、たまたま知り合いがアコギ持ってるっていうから、そのヤマハの、それもヤマハのアコギだったんですけど、それをあの1万円で譲っていただきまして、でそれを、弾いて、割とその中学校とか高校生の時とかはあのギターを練習してましたね、うん、それもちなみに FG で FG730 っていうですね、あのベージュラベルと言われる時代の多分90年代初頭ぐらいのギターなのかな、うん、だからちょうど僕が小6ってことは、うん、1996年とかぐらいなんで、だからもう当時の現行品ですよ、いわゆる、うん、を、まあ、まあ今となってはリアルビン、ちょっとプチヴィンテージみたいな感じですけど、あ、今はそれ持って今持ってます。でそれは結局、僕高校の時にユズのあのコピーをずっとやってて、友達と2人でゆずの真似っ子みたいなことをしてたんですけど、その時もそのギターでずっと歌ってて、でそれをまあそれで今ゆずもやらせてもらったりとかしてて、でその初めてやらせてもらった時にゆずの演奏を、そのギターにゆずのサインを書いてもらって、ああいいね、逆に今使えなくなってます。もったいなくて、あの飾ってます、あの FG730 はあのこのギターはあの浜松の工場であのオーダーメイドして、オーダーメイド、そうなんですよ、作ったんです、憧れのやつじゃないですか、そうなんです。でしかも他にいろんなタイプがあるんですけどなくて、これだけは、うんうん、なのでこれ LL シリーズの中の遺跡っていう名前がついて、最強のやつじゃないですか、 LL 遺跡っていう、羨ましいですよ、そうなんです、そういういいな。で一つ一つなんかまあパカランダをふんだんに使い、うんうんうん、まあ、ちょっとこの、L シリーズ、昔 の、 そ、ね、の四天王って言われるこのシリーズ、そうそうそう、ね、L シリーズの種類から、うん、もうなんか一つ一つこうバラバラなんですけど、うんうんうん、なんか撮らせてもらって、そこから
これ今でも作ってくれるんですね、このシェイプ。そうなのよ、これやばいですよ、うん、これあのチャーさんとかもマニアが喜ぶやつです。そうこれがすごくかっこいいなと思ってアリっていうあのなんか組こうなんだろうな、こうはめる、はいはい、溝みたいなのがあるらしいんだけど、はい、このアリっていうのを通常よりもちょっと短くしてもらって、はい、サスティンをこう、なんか伸びすぎないようにして、あ逆に抑えてるんです、うん、ちょっと抑えてジャギっていう風な、質感を出したいっていうところで、うん、そういう風にさせてもらった、これが LL 遺跡でございます。はい、すごいですよ。はい、ちょっと弾いてみますか。あ、いいですか。はい、ぜひぜひ。じゃあこれどうぞ。ありがとうございます。いやー、これ自分の名前がついてるモデルってほんとすごいですよね。ヤマハの歴史に 残るわけですかね。そうなんですよ。ありがとうございます。悩ましい、はい、僕も残りたいですね。伊勢くんのプレスタイルに合ってる感じというか、ジャキジャキなんかありますね。ジャキ、そうそう、やっぱこう広がりがバーン出るね。そうですね。また最後が弾くとなんかすげえいいギターが、ね、いや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 、よりいいだろうなと。いやいやいや、人が弾くとまた印象って変わりますよね。そうそうそう、印象変わる。結構するんですけど、いろんな人に弾いてもらうと、こんな音するんだみたいな。ほんと弾く人で音が変わるのが楽器の面白いですよね。そうね、そうね。個性が全然変わるもんね。そうっすね、うん、そしてこの FG、 はい、FG250 これはどんな感じでしょう。これはですね、まあいわゆるフォークボディと言われる、あのまあ2種類あって、その当時の FG って、うん、これ250、うん、奇数じゃないですか、うん、奇数の番号は、フォークボディで、はいはい、偶数の番号がいわゆるジャンボボディ、ジャンボボディ、言い方はジャンボボディなんですけど、いわゆるドレッドノートなんですよ、はいはい、あの一番標準的なやつがドレッドノート、はい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 、それよりは、うん、多分比べれば分かると思うんですけど、ちょっとちっちゃくてボディが、あ、そうだね、これが、まあ、そうですね、それがフォークボディ、フォークボディ、なんでちょっとちっちゃめで、まあ、くびれがちょっと深いんですね、はい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 、その分ローの出方が、うん、いわゆるドレッドノートよりはちょっと控えめで、重心がちょっと高いところに行くんで、はいはいはい、確かに、はい、なんでまあそれがいわゆるこのボディの一番の個性で、なるほどね。でヤマハはですね、やっぱり総じてなんて言うんでしょうね、木がいいっていうのがまず、なんでまあいろんな状態の FG 多分まあやっぱりヴィンテージなんであると思うんですけど、はい、これもだいぶ調整してて、うん、これはもうあの僕も大変お世話になってるフリーダムギターさんが全部そのチューンアップをしてくれて、はいはい、フレットも変えてるし、うんうん、ナットも変えてるし、うん、あのいろいろパーツを変えたりしてる、まあペグはオリジナルなんですけど、はいはい、やっぱりちゃんと要するに今の息吹を入れればしっかり鳴ってくれるギターなんですよね、うん、板がいいってことだね、板が、ね、木がいい、ベースが、そうなんです、ベースがいいんで、うん、作りもしっかりしてるんですよ。楽器がフラットであることで弾き手側の個性がすごくやっぱ素直に出せる、それが多分一番のヤマハの魅力なんじゃないかなと僕は思うんですよね。なんでもうこう真っ白なキャンバスに飛び込んでいくような、そんな気分で楽器が弾けるんですよね、やっぱヤマハのギターって。いいですね、はい、うん、はい、それが僕にとってのヤマハかなと。ありがとうございます。はい、はい、